再開しようと思いましたが。はい、いいですよ。どうですか。はい、どうぞどうぞ。はい、それでは再開いたします。モデルの方は、はい、はい、どうぞ。お願いいたします。鼻腔が乾く。鼻腔が乾く。鼻の奥になるんですけども、ああ、まあ、20年以上前からいろいろ耳鼻咽喉科行っても、まあ、効果はなかったので、もずっと諦めておりまして、うん、で、まあ、今回清潔気楽っていう部分 に出会いまして、はい、いつか先生のとこまで行こうと思ってたんですけども、まあ、今回大阪にっていうことで、はい、急遽来ることに決めました、はい、よかったですね、安らかに。そうです一人で行けないので家族で行かないといけなくなっちゃうんで、そりゃ大変だ、はい。乾いた感じでということは、もう 鼻が全然水、鼻水が出たりとかいうことはないんですかね。あ、鼻水は出るんですけども、鼻水は出る。喉をごっくんって飲み込もうとするときにこう使える感じですね。喉の上の部分が絶えず乾燥してて、うん、乾燥した感じなんですね、はい、乾燥はしてないのかな。して鼻水が出るところよりももっと奥が乾燥してる感じですか。もっと奥ですね。ですから、うん、鼻うがいとかそういうのを続けてたんですけども、やった時はいいんですけど、やった時はいい感じがする、いい感じがするんですけど、もうすぐになってしまって、もうほぼ24時間ずっとそういう状況、乾燥してるような感じがずっと続いてる状態、うん、これなんで始まったんですかね。20年前何があったんですか。20だから結婚してからですかね。そういうストレスですか。いや感じてはいないんですけども、結婚して 1,2 年で出た思いです。子供が生まれる前でしたから。そうですか、ね、うん。奥さん今日来てます。いえ。ああよかった時々あるんですよね、その原因がそこだったっていうのはですね、そうすると僕が悪いものになりますので、それは避けたいですねでもそういうことだったんでしょうね。うん、これで終わってもいいかな思いもよらないでもまあまあ、うん、それは許容されなければいけないですからね。人間許容しなきゃいけない。例えば女性の方妊娠しますよね。1年間でまあ、あんな大きくなるわけです。がん細胞だってあんな大きくならないですよ。それはもう許容されてるからですよね。だから彼の中で奥さんが家の中で言ってることは許容されなきゃ本当はいけないですよね。その反応が出てるわけですから、だから許容するされるほどにそのストレスはなくなるか、もしくは出てきてる症状が減るかと。僕はこれしかこっちしか治療できませんので、まあ、なんとかしたいなと思います。でもダメだったらごめんなさいね。うちも同じですから、はい、それで乾いた感じがするんですよね。ただ感じがする割には見ていただくと分かるように、この副交感神経の方の症状にばっかり丸がついてるんですよ。なんかちょっと違うのかなと。で乾いた感じがする、もしくはまあ、乾いた感じじゃなくて本当に乾いている場合は交感神経です。で、乾いた感じがするだけでヒリヒリするとか敏感になっている、これは副交感神経ですよね。で聞いてみると鼻水は出るわけですよ。ということは分泌はしてる。もうますます交感神経だけの問題かなと、これ考えられますよね。でこの丸がついてるのも、花粉症とか霜焼けとか鼻水とか痒みがちょっとあったりとかするわけですから、で交感神経の方の症状何もないんですよ。何もないんですかね。何もない。何もないんですよね。とますますあれこれ HFF やった方がいいのかなというふうになってしまいます。どうしましょうね。ただその中でも鼻に症状が出る、しかも鼻っていうのは正中線上ですから、ここに何か出るっていうのはそこの感受性が高くなってますので、今までに何か手術とか何かしたことありますか。眼視性嚢胞って親知らずが、はいはい、歯茎の骨の中にできて、あ、はい、それを取る手術はしました。あ、それいつ頃です。5年前ぐらいですかね。だからそれは関係ないですよね。
20年前からの話ですから、5年前のことはもう話していいと。で、真ん中にあるわけですから他にはないです。手術はもうあとはない。例えば頭ぶつけたとか、お尻尻もついたとか、なんかそういうことはないですか？そういったこともないですね。鼻の症状って、例えば風邪ひいた時は鼻に何か症状あります？風邪ひいた時は別に鼻水出たりとか、でまあ風邪が治り時はあの黄色いような鼻水が出たりとか、すごく普通にありますけど、その間もずっとの奥は、鼻腔はもう乾いた感じがする。の感じはずっとしてます。乾いた感じですよね。本当に乾いてるかどうかはちょっとわからないですよね。それではですね、まあ、今までいろいろ治療しましたけど、まあ、さっきも話しありましたように頭の治療やってみたいと思うんですけど、鼻、まあ、正中線上ですから、まあ、百会というのは一つの選択肢なんですけど、鼻っていうのはこの上声とか神経とかこの辺に、まあ、あの圧痛点があって、鼻にこう抜けるようなっていう感覚があると、そこを刺激した方がいいんですよね。でそれをちょっと最初にやってみたいと思います。で肩こりもありますので、ちょっと首の動針はやってみましょうかね。こっちとこっちと横に、はい、これはどうです？もうこれもあのパンパンに肩がこだわって、曲がりが自分でも少ないなというふうに。これ両方とも、両方ともよろしくない。じゃあ今度は、振り返ってください。後ろ、これはどうです？本当にまだここまで抜けれるようになった感じで、人よりもだいぶ少ない。痛みはないですか？突っ張った感じがあるぐらい、じゃあ今度斜め下、これも一緒ですか？これも突っ張った感じ。じゃあ下向いて上見上げてください。上も本当に、そうですね、後ろ行かない、目ん玉だけ向いてる感じですよね。はい、じゃあ首ぐるっとこう回してみてください。もう全方向、そうですね、反対回しましてこの感じですよね。これをちょっと覚えていただく。ぐりぐりボキボキいってます、はい。でこの患者さん、まあ今日僕が治療して全部治ればいいんですけど、まあ奥さんのこともあるし、あの時々こういうストレスが出てきて首が回らないってよく言うでしょ。これなかなか難しいんですよ。お金がないのも首が回らない、奥さんがいるのも首が回らない、それは僕にはなかなか治せないから自分でやる方法を教えるんですね。で今日は治療はしますので、この治療したのをまた自分であとフォローすればいい状態がずっと続く可能性はあります。でそれはこの正中線上ですから、百会から上声あたりのこのラインで、前頭部のラインでどっかいいとこないかなと見つけるわけですね。これ押さえればいいんです。単純に押さえて圧痛がないかどうかを調べています。これでいいですか。でこう、ま、真上からですね、このおでこの生え際のここから押さえていきます。で鼻の奥に抜けるような感じの痛みがあったら教えてください。でこれは結構強めに押さえます。優しくないです。これ大丈夫ですか？はい。じゃあ次これは、はい、いいです。はい、結構強く押さえて、ちょっと今までとはちょっと違いますね。で今親指をこう置いてこうやって動かしてるんですね。この位置とこの位置とこの位置では違いますかっていうふうに押さえて、ちょっとこれはそこも変わらないですね。これはいいです。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。一箇所ありましたよね。この位置ですよね。この位置。まあ、ちょっと他とは違う感じがします。この辺ですか。はい。はい、ここを白くするんですけど、自分でやる場合、爪楊枝を10本ぐらい食べて、ここをつっつけばいいんですよ。はい。うぐい棒ないの？ない。うぐい棒ない。ない。1個開ける？1個ちょっとください。うぐい先生1個開けます。これ僕使いますの でこれはね、僕は爪楊枝ツンツンって言って、爪楊枝10本ぐらい食べてツンツンやってくださいって言ってたんですけど、爪楊枝はねこう自分でこうやらなきゃいけないんですよ。自分で自分の体に痛いことをするっていうのは非常に大変なんですけど、これ自重があるのでこう落とすだけでちょうどいい刺激があるんですね。これうぐい先生が作られた、これかわいいですよね。うぐい棒っていうんですね、はい。でこれをこのちょうどここのこの位置ですかね、この辺ですかね、こうトン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 とくれるんです。でまあここあと試薬しますけど、これトントントンと症状が出た時はこうやってもらえばちょっと持っていく、自分でちょっとやってみてください。トントントン
もう疲れたから自分でやってください40回、ちょっと痛い最初ね、何回かチュンチュンやってるとチクチクするんですよ。でももっともっとやるとだん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 良くなっていきます。でもうちょっとやると忘れられなくなります。恋の味とか言うんですけどね。まあ、うぐい先生の棒がつっついてくれてですね、楽ですね。楽ですね、爪楊枝よりは、はい、しっかりつっついてください。いいです。気持ちいいですか。だんだん慣れてきちゃう。そうそうそう、だんだん良くなる。ホッケの太鼓、はい。で、まあ、こうつっついただけでは難しいかもしれませんけど、本当は白くしてその後つく、今から白くはしますので、鼻の奥の感じは何か違いがあります。まだ違いはないですね。はいはい。じゃあ首こうぐるっと動かしてください。さっきよりはちょっと角度が大きく回れるようになりました、うんうんうん。これでもこのくらいの効果あるんですね。頭は特にですね。うん、先生ちょっと僕まだまだやる。で今度は100やってみましょう。で今度は頭のてっぺんですね。100こう下向いてください。耳と耳を結んだ線、ちょっと親指当ててください。でこうやってやるとここが100円ですよね。でこの真ん中当たった時よりちょっと後ろのここです。ここをこれで、はい、持っていいですよ。トン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 とこうつつくんです。場所分かりました。今つっついてるとこ、はい、はい、自分でやってください、はい、こういうのはね、患者さんにやらせて、あのこの間にコーヒーかなんか飲んだらちょうどいい休み時間になりますので、律儀に全部やるなんていうのはやめといた方がいいですよね。でやってる場所だけこう見て、うん、ちょっと曲がってるかなとかいう時だけつっついてくださいね。しっかりつつくんですよ。頑張ってくださいね。血が出てもいいですからね、少々だったらね。どうせ僕は痛くないから頑張って。いいかな、はい、はい、いいですよ。はい、やめてもらっていいですよ。でくるくる回してください。あ、後ろどんなですか。いや、すごい角度で回るなって感じします。そうですか。うぐい棒すごい、こんなところまで見えた。さすが、これうぐい先生の手作りだから聞いてるんですよ。僕が作ったら聞かないかもしれない。聞いてますよ、うぐい先生。鼻のこれはでも変わらないですね。そうですね、うんうん、劇的には変わって、はい、じゃあやってみましょうかね。はい、すいません。でまず座ってた方が見やすいでしょうから、座ったままやりましょうか。もし気分が悪くなったりなんかしてフラットになったらこの人が助けてくれますので僕はそんな力ないですからさっと逃げます。はい、でごめんなさい、ここからいきますね。意外と刺さってる。意外とザクザクやるでしょ、はい、今このくらいですね。もうあと何回かやります。ちょっと首ぐるっと回して。またどんな感じですね。また大きく回れるようになりましたね、はい、鼻の感じは変わりはないですかね。気持ち、はい、はい、次でいきます。良くなった感じがします、はい、悪くなっても教えてくださいね、はい、また15回で何回ですか。はい、また鼻の感じを教えてください。あ、もう変わらない。気持ちの2回、だいぶ良くなった感じします。はいはい、回しますか。回してください、はい、いいです。はい、すごい。な、特別なことやってないでしょ。ザクザク先生、ザクザク、うん、もう出してるだけですから、うん、なんかいい、はい、鼻の感じ教えてください。3割近く良くなって、何が、鼻の乾燥部分の100としたらそれこそ 30% ぐらいちょっと
しっとりとした感じに。今は交感神経にしても副交感神経にしても鼻という感受性を抑えてるんですよ、治療としては。それは自律神経とも関係ないです。そこの感受性、この方が例えば交感神経の症状で鼻水が出て鼻の症状も出る、副交感神経で鼻の症状も出る、どっちも感受性が高いから、それをちょっと抑制すると、うん、いいです。今度は100いってみましょうかね。こういってて、ちょっと下向いてください。この辺ですね。でこの後に HFF の清潔薬をやってみたいと思います。まだ、はい、で首回してください。どんな感じです？大丈夫ですか？だいぶまた鼻の感じを教えてください。さっきと一緒かほんのちょっと良くなった感じ。もうそんなに変わらないですよね、これはね。そう、まだ、はい、いいですよ。もうこれで終わりにしますので、頭がね、もうこの頭を刺激することで鼻の調子がちょっと良くなるというのは分かったから、一つの治療の手段としてはこの頭の刺激をすればいいというのが分かったわけですね。はい、上向いて休んでください。本当にだいぶぐるぐる見るようになりますね、はい。鼻の調子は最初からするとその3割ぐらいのところで今止まってる。3割からちょっと上がった感じですね。はい、寝てください、はい。鼻の症状ですから呼吸器系ですよね。口は食、食べ物を食べるでしょ。鼻って呼吸するところですから、ちょっと先に H1、呼吸器系ですからをまずやってみたいと思います。で今鼻の感じ、寝てても同じです。分かります？起きた方が分かりやすいですか？いや、変わらない、ね、今、感じとしてはそれで分かりますよね、寝てても。はい、はい、起きた方が分かりやすいんだったら起きて確認してもらってもいいです。これもどちらかというと感受性を抑えているような呼吸器系の治療をしているところ。もう最後の時間になりましたので、私も早く帰りたいので、もう同心しません、はい、復診もしません。みんなもう帰りたいですよ、そろそろ。もう4時、4時ですよ、ね、雨も降ってるでしょうし。雨降ってるんですか？みんな中にいるんで分かんない。そうか。はい、反対側乗ってください。くっちゃください。鼻真ん中ですか？右左あります？鼻は右の方がちょっと、うん、気持ち、気持ちなんか嫌な感じですか？こういう場合、右かな左かなっていう時は、これは左右の出血のその回数とか量はだいたい同じした方がいいです。こっちばっかり多かったっていうのは今31回ぐらいやったので、何回ですかね、もうそろそろ28。よいしょ。はい、じゃあ座ってもらってもいいですよ。起き上がって、で鼻の感じを教えてください。さっきよりはまたこのちょっと良くなってますね、うん、4割近くはなんか潤ってるっていう感じがしています。はい、寝てください。潤っているということはやっぱ交感神経なのかな。はい、すいません。交感神経かもしれないので、H6 やってみます。こんだけ副交感神経なのに鼻だけ交感神経なのかもしれないですよ。で H6 の整形治療をやってみましょう。ああ、よいしょ、よいしょ。待ってますね。どこ行ってた。で H6 っていうのは。所要時間5刻ずっと余計って言って
彼を芸行で鼻に行ってますから、そういうことも関連するかもしれないですよね。だ H5 はまあ後でやるとして H6 からやってみよう、違うかもしれないというほらやってみるんですよね。で違うかもしれないなと思ってやったら、ああそうだったっていうのもよくあります。右の手が出にくいですね。ごめんなさい。今の痛かったのは奥さんですよ。反応してなかった。嘘ですから。愛されてますから心配しないでください。もうそろそろかな。よいしょ。はい、起き上がってください。まあやっぱり4割近く。同じですよね。さっきとは変わらないですよね。もうこれ以上変わってないですね。はい、寝てください。ということは最初の考え通り副交感なのかもしれない。もしくはもう4割3割良くなってるから、頭の方が頭の治療の方がいいのかもしれないです。出ないこれは。奥さん名前なんて言われるんですか。信子です。信子。信子。すいませんね、本当にね。いや、治療って楽しい方がいいでしょ。悲しくなったら治るんだったらいくらでも悲しくできます。一緒にね、涙流して、どうしようとか言って治療してもいいんですよ。あんまりそれ効き目ないですもん、大体悲しくなっても。信子が恨んでも喜んでもどっちでもいいんですよ、僕は。はい、はい、反対側に行きましょうかね。今日は気持ちよく送り出してくれたんですか。はい。ああ、いい奥さんだ。うん、右出が悪いです。悪いですね。なんか右側に何かありそうな感じがしますね。何なんだろうと考えながらやるわけですけど、まあでも1回目の治療としてはこれでいいと思います。で2回目3回目にもしこうなのかああなのかなと考えた時、まず一番最初にやるのは逆からやる。今日は頭からやりましたけど、次は例えば H5 もしくは F5 からやってると、もう1回だけ出して、そしたら何か違いがあるかなっていうのを見てみればいいわけです。はい、起きてください。まだちょっと変化はないです。ということは頭が一番いいわけですよ、うん、やはり前頭部の。はい、腰掛けてください。で肩こりの方もなんか良さそうだし、やっぱ頭の問題なんだなということで、最後に頭の主役をやって、あとは自分でうぐいごでツンツンやってもらったらいいと。でもう少し奥さんに優しくすると。もう一回いきますね。大丈夫です。はい。これその辺からちょっと違和感あります。あそこが今これですか。ちょっとずれてる。そこの違和感今入りました。さっき出したところよりも5ミリぐらい上ですね。あ、分かりますか。はいはい。そういうことですよ。こういうふうに患者さん意外と分かるんですよね。ここかなって、いやいや、さっきよりちょっとこれです。で患者さんに従った方がいいです。素人が何を言って、俺が決める、それはダメです。答えは全て患者さんの中にあります。
で鼻の感じを教えてください。そう、変わってないですね。変わってないですね。もういいですね。あの